くよ。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。というわけで、今回の動画は、鍋を作ってみた。イエーイ。寒い時期ね、はい、やっぱりあったかい鍋が美味しいので、うん、作りますが、今回の鍋は、はい、たっぷりレタスとニンニクの塩レタスバター鍋っていうのを作ってみたいと思いまーす。うまくできるかわかんないけど、ちょっとやっていきましょう。イエイ。終了。はい、では材料の紹介をしたいと思います。まず鶏肉、うん、主役のレタス、しいたけ、しめじ、玉ねぎ、レモン、にんにく、あとバター、お塩、鶏ガラスープ、コンソメ、料理酒、あと粗挽き胡椒です。そしたら最初に鶏肉をカットしていきたいと思います。はい。鶏肉なんですけれども、ちょっとこの筋っぽい硬いのがあったら、これは取り除いてください。食べた時にね、硬いからね。そしたらこれをカットしていきます。今回はもう皮もそのまま使っちゃおうと思うので、はい、こんな感じで一口大でカットしていってください。うん、何苦手なのこの音。うん、そんなことある？頑張って翔ちゃん、うん、もうすぐ終わる、うん、はい、ひょにょ。ここにレモン乗せて、はい、いくよ。はい、次はレモンをカットしていきたいと思います。はい、で、1個はあのレモン汁用で使います。うん、で、もう1個は鍋に入れる用。うん、もう普通にレモンはスライスします。爽やかな鍋になれそう。半分くらいかな、うん、半個分スライス完了しました。そしたら次に椎茸としめじをカットしていきたいと思います。椎茸はね、この軸のところを切ってもらって、これもう先っぽ切れてるな。石突きがついてたら石突きも切ってください。これはもう最初からついてないからそのまま使えそう。こんな感じです。はい、もうしめじはもうこんな感じで、うん、石突きのところを取り除いておきます。うん、はい、次に玉ねぎをカットしていきます。はい、玉ねぎはね、もう丸々1個、うん、で皮を剥いてもらって、そしたら玉ねぎは、はい、くし切りに。うーん、大きいね。ね、これ大きいからもう半分くらいにしてもいいかもしれないな。うん、はい、こんな感じでくし切りに
カットしていきます。はいはい、そしたら次にニンニクをスライスしていきます。ヘタの部分を取ってもらったら、縦にスライスしていきます。ちゃんと切れてなかった。こんな感じでスライスしてください。はいはい、そしたらスープの準備をしていきたいと思います。はい、まず、うん、お水。はい。あ、そっち。うん。フライパンずっとつけてたのにそっちだと思わなかった。まさかの。こっち狙ってくれてると思ってたんだ。まずお水 700cc 入れます。うんうん、はい。その中に次日本酒、日本酒が 100cc。 ほうほう、はい、はい、次レモン汁、これはもう半分ね、大さじ1くらいだから多分半分くらいでいいかな。ちょっと種入った、まあ種入っちゃったけどいいよね。うん、次鶏ガラスープの素小さじ2らしいけどこんなもんかな。次コンソメ、コンソメはね小さじ1、今のの半分くらい。次お塩、小さじ 0.5、黒胡椒2つまみ、もうちょっと入れようか。これを混ぜ混ぜします。はい、これでスープが完成しました。はい、そしたらまず、さあまず鶏肉入れていきます。はい、フライパンにバターを 10g、 うん、はい、でこの中にさっきスライスしたニンニクを入れて軽く炒めます。なるほど、人がついてきた。うん、ゆうちゃん風が吹くよ、行くよ。うん、何を俺で遊んでんだ。そしたら、はい、鍋に、はいはいはい、レタスをちぎって入れていきます。はい、はーい、もう適当な感じで、はい、さっき炒めた鶏肉をカットした、うん、玉ねぎ、はいはいはい、しめじで、さっきスライスしたレモン、うん、スープを、スープ入れちゃいます。バターを 30g のせて火にかけます。はい、はい、あと、まあお肉もねちょっと見てもらって、うん、映ってる？映ってるよ。翔ちゃんの顔が映ってる。いいの。こんな感じ。どれどれ。
おーすごいね。美味しそうじゃない？どんな感じになるの？ね、楽しみ。楽しみ。うん。早く食べたい。もうちょっとかな。さてさて。いきます。はい。パカ。わーうまそう。完成。イエーイ。はい、たっぷりレタスとニンニクの塩レモンバター鍋、うん、あーはい、完成しました。じゃあ食べていきたいと思いまーす。はい、というわけで完成しました。はい、はい、まずね乾杯しましょうか。あお安定の乾杯。乾杯。うん、美味しい。そしたら、うん、食べていきたいと思います。思います。どうかな。いただきます。鶏肉、うん、うん、うん、美味しい。どう？美味しい。うん、鶏肉いい感じ。なんか俺思ったんだけど、うん、なんかレモンめちゃくちゃ入れてるからレモンがすごい強い酸っぱい鍋かなって思ったけど、うん、そうでもなかった。うん、うん、じゃなんかそこまで の酸っぱさではない。でもまあレモンの鍋だけど、うん、ほんのり、うん、ほんのりで、レタスと玉ねぎがすごいシャキシャキで美味しい。うん、うん、美味しいな。あ、美味しいね、これ、うん、うん、うん、美味しい。あ、うまくできた、これやったね、うん、やっぱ冬は鍋ですな。うん、で、たまにさ、なんかこういう変わり種の鍋とかもいいよね。うん、普段はね、やっぱりスーパーとかに売ってるさ、スーパーをよく買ってきてるじゃん。あれも美味しいし簡単でいいんだけど、うん、こうやって一から、うん、やってみるのもいいと思う。うん、うん、はい、というわけでですね、はい、今回のお鍋、うんうん、美味しそうだと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。